新アレクサンドリア図書館。壁に刻まれているのは、世界各国の文字である地図新アレクサンドリア図書館は、古代アレクサンドリアに古代最大かつ最高の学術機関として栄え、その後、戦火と略奪によって失われたアレクサンドリア図書館を蘇らせ、古代の学問と博識の中心地としての輝きを取り戻そうとユネスコと、 エジプト政府が共同で建設した巨大な図書館、県文化センターである。古代アレクサンドリア図書館の創出から1500年、以上経った2001年8月1日、アレクサンドリア市北部のかつて図書館があったとされる場所に再建された。歴史上のアレクサンドリア図書館の最盛期より少ない、蔵書数40万冊からの出発だが、最終的には800万冊の大図書館を、 目指しているという。インターネットを駆使し、エジプトやアラブなど地中海諸国の文化文物に関する情報も収集している。インターネットアーカイブが収集した情報のコピーも保管している。図書館の建物は11階建てで、総面積約8万5 0平方メートルの巨大な建築構造。建造費は約2億ドルを費やした。 そのユニークな衣装は1989年にエジプトが開催した図書館設計のコンペでノルウェーの設計事務所スノヘッダが数百もの候補の中から勝ち取ったもので直径160メートルの斜めに切り取られた巨大な円柱が地面に埋もれているという得意な形状をしている造車の大部分は地下の書庫に収められるノルウェー王国公式サイトありがとうございます